本能寺にて信長を討ち果たした光秀は、利光らと共に天下奪取を目論む謀反人として精力的に動く。手始めに公家に働きかけ、天下人としての大業を得る準備を進めると、近隣勢力を抱き込むべく使者を送った。また各地の反織田勢力に同盟を出し、地方で戦う織田家臣らの動きを厳しく牽制する。そうして天下をつかむ準備を整えながら、光秀は仇討ちに訪れる者の存在を心待ちにしていた。そしてついにその時が訪れる。光秀の目に映る旗印は秀吉のものであった。山崎の戦い。来たぞ光秀さん。やっぱり秀吉さんたちだ。やはりな。秀吉が天下をいただくに足る勝機か否か、この目で見極めてやろう。もし秀吉さんにその器がなかったら。無論その時は俺が新たな天下を作るまでだ。その勢いよし。この利光殿の未来を開くべく、どこまでも邁進いたす所存にございまする。おう、俺もやってやる。親父と光秀さんの願いは必ず叶えないとな。心強いな。頼んだぞ利光、光希。お前たちは先に支度してくれ。俺も後ほど向かう。はっ、行くぞ光希。さみ誰が俺たちの業を注ぐことはない。なればこそ信長、俺は。誓いを果たす。一丁かまそうぜ光秀さん。我らは貨幣、地の利を得るが肝要だ。天王山を奪い、この窮状を打開せん。手始め、本陣周辺の敵を切り伏せ、戦線を押し返すぞ。この昇竜寺、以上は我らの要。必ず守り抜きましょう。宮敵明智光秀よ、必ずや討ち取るのだ。果敢に攻め立てろ。陣頭指揮は官兵衛が取っているようだが、どこに潜んでいる秀吉。任せろ。あの砦、見過ごせば敵に横腹を突かれかねない。戦線は押し返した。いざ天王山へ打って出ん。開門。分かったぜ。天王山は炎明寺川の向こうか。まだ兵を失うわけにはいかない。見えた、川沿いの砦を奪え。大概にしろよ光希。バカを死ななきゃ治らねえのか。もう俺は昔のバカな俺じゃねえ。
証明してやるよ。任せろ。無謀な突出、モノノフとして下の下だな。モノどもいでよ、奴らの本陣を落とすのだ。伏兵か。カンパできぬとは。引くしか。任せろ。それはこのランスを見届ける親父の願いは俺の使命だ。風は我らに吹いている。全軍天王山へと出くせよ。天王山は足場秀吉がいただいた。時を稼いだ先兵たちには感謝しねえとな。秀吉回避。一足遅かったか。残念だったな。次で失敗だ。さあ本陣を落とすぞ。開門。任せろ。ならば劇場視察もここまでよ。お命ちょうだい。睨んだ通りか。奴らはここで始末せねば。これで敵に我らの動向は漏れまい。戦線を保てねば勝機はない。敵の渡河を防ぎきれ。全て壊せ。撃て鉄砲隊よ。蜂の巣にしてやれ。見えた。この音に恐れおののけよ。神代小兵景気よく撃ち出せ。この音は全て壊せ。敵の鼓だろうか。味方が蹴押されなければよいのだが、地の利は奪われ兵力差は歴然。この窮状いかに覆すべきか。急げ。全て切り伏せる。厳しい状況だな。敵将ぶっ飛ばした。力及ばずか。見事だな。悔しいがここまでか。策の妨害はさせない。貴様らの行動は全て計算のうちだ。甘く見たな、秀吉。この程度では俺は倒れない。殿、それがしは一度昇竜寺城まで退き、あえて前線を下げて敵を引きつけまする。奴らが本陣に気を向けているその隙に、殿は天王山へお迎えあれ。一瞬の通し密、決死の策に出たか。ならば俺は何としても敵本陣へ向かわねばな。ひとまず被害の拡大は防げたな。敵本陣への道を開く。迅速に敵を切り伏せよ。どんなもんよ。ここは引くほかあるまい。承知。余裕余裕。
返してみろ。俺の刃から逃れられると思うな。明智の連中、昇龍寺に集まってる。見過ごせんな。目論見ごと潰してやれ。全て壊そう。トシミツが本陣で頑張ってるんだ。俺もその思いに応えねえとな。見えた。俺の刃から逃れられると思うな。返してみろ。道は開けた。敵本陣へ急げ。一瞬だ。進言通りだ。門を閉め、奴らを仕留めよ。閉門。すべて壊そう。この襲撃も見抜かれていたか。剣王山へ行くには敵本陣を潰さねば。我が命、身のすべてはトネのために。敵は、それがしが一手に引き受けまする。敵もろとも果てるつもりか。敗北条件変更。本陣をおとりに我らを陥れる算段だったようだが、その動きも計算通りだ。任せろ。勝利は俺たち羽柴のためにある。この地で果てろ、謀反人め。くぜ、策がカンパされていたとは。トシミツ、無事でいてくれ。討ち死に。敵本陣は我らの手に落ちた。秀吉、天王山にて待つがいい。開門。待たせ。敵の兵数想定以上だ。内情を探りきれなかったのが響いたか。すべて壊そう。見つけ、迷いはないな。当たり前だろ。親父と光秀さんの願いは俺が叶えさせてやるからな。殿、一瞬だ。どうか悔いなき選択を。討ち死に。動く。斉藤利光、見えた。その中心に敬意を表そう。残るは光秀だ。必ずや討ち取れ。開門。返してみろ。
シミツ、お前の覚悟無駄にはしない。トシミツ、クソ、カッコつけやがって。本陣が落ちた俺たちに残された時はわずか。分かったぜ。秀吉との決着を急がねば。うちはやらせねえ。本陣は落ちた。これ以上抗うな。全て壊そう。無念なり。討ち死に。討ち死に。任せろ。天下は主のものだ。お前らには渡さねえ。開門。光秀様、申し訳ありません。討ち死に。信長殿のご意志、どうかお果たしください。討ち死に。貴様、今さら何をしに来た。この地は羽柴の手に落ちたというのに。力の限り向かってくるがいい。それでもお前に俺は撃てないだろうがな。言われなくとも俺はいつだって全力だっての。くぜー、の全力。余裕余裕。主君自ら仇討ちか。この後に及んで情に流されるとは。もののふとして下の下だな。失ったものに肯定はしない。俺が刃を振るうのは全て使命のためだ。俺を倒そうと秀吉様の勝利は揺るがない。いたずらに抗わないことだ。言っていろ。俺は己が使命を全うするのみだ。決着をつけようぜ、光秀。お前の考えなんて関係ねえ。信長様の敵を討って天下をつかめ。ただそれだけだ。やってみろ秀吉。お前にそれだけの器があるならな。返してみろ。信長様の敵を討って必ず天下をつかむんだ。ここで引いてたまるかよ。お前が光秀についてどうするよ。あいつはお前の親父を倒した仇だぞ。俺は親父に託されたんだよ。光秀さんと共に乱世を見届けろってな。次の天下を担うのはこの羽柴秀吉だ。全て光秀、断じてお前じゃねえ。止まりはしない。お前の覚悟しかと受け止めた。ならば俺も死力を尽くしお前を撃つ。一瞬だ。か
全て壊そう。くそ、こんなところで。その程度か、秀吉。残念だ。貴様の器、天下には届かぬようだ。ここまでか。秀吉様。主。勝ってもこのざまだ。ありがとな、お前たち。秀吉様、大将首を。もういい。秀吉様。死ぬな。しっかりしろよ、光秀さん。あんたはまっすぐすぎるんだ、昔からな。信長様の仇討ちはなった。引き上げるぞ。おい、喋るなよ。傷が開くぞ。ほら、ちょっと休め。おい、なんだそれ。おお、悪い悪い。そうなのかしら。いいわね、とても素敵だと思うわ。なんだよそれ。だろ、俺もそう思ってたんだよ。俺の希望は。Bye.